U-73 は、ドイツ海軍が、かつて運用した u ボートバイーブ型潜水艦。1940年7月27日に浸水し、同年9月30日に収益した。U-73 は、1941年初頭から1943年後半に、かけて15回の紹介航行を行い、8隻の船と4隻の軍艦を沈め、 さらに3隻の商船にも損害を与た。1943年12月16日に北アフリカ沿岸にて2隻の米駆逐艦ウールゼーとト,トリップによって撃沈された。U-73 は1941年2月8日に最初の紹介のためヘルゴラントを出港した。北西のアイスランドに向かってフェロー諸島とセトランド諸島間を通り、 北海を航行した。1941年2月24日にアイスランドの南でウェインゲートを沈め、3月2日にフランスの大西洋岸ローリアンに入港した。U-73 は1941年4月3日にアイスランド近海にて3隻、さらに4月20日にロッコールの南西にて2隻の船を撃沈した。3回目から5回目の紹介は、 大西洋で行われた。1941年5月26日、U-73 は、イギリスの駆逐艦から攻撃を受けていた戦艦、ビスマルクを支援するように命じられた。5月26日の夜、戦闘中のビスマルクを発見したが、強風による影響で、ビスマルクを狙う駆逐艦を攻撃できなかった。U-73 は、ビスマルクの位置を報告したが、 報告した位置は正確ではなかったと判明した。その後、U-73 はフランスの港に帰島した。1942年1月14日、6回目の紹介でジブラルタル海峡を経由して地中海に入った。U-73 の艦長ローゼンバウムは2月に駆逐艦を沈めたと主張したが、戦後の記録では撃沈を確認できる証拠は残っていない。 U-73 は2月12日にイタリアのラスペツヤに入港した。U-73 は1942年3月22日、リビアのデルナ北西約50海里にある第203飛行隊 RAF のブリストルブレニムによる攻撃で損傷を負い、1942年3月26日にラスペツヤに戻った。ラスペツヤでは4ヶ月間修理に費やされた。 1942年8月11日、U-73 はペデスタル作戦にて、イギリス空母イークルを撃沈した。ローゼンバウムは、騎士鉄十字章を授与され、国会の U ボート船団を指揮するために派遣された。ローゼンバウムの後、ホルスとデッカートが U-73 の艦長となった。U-73 は、11月7日の、 統治作戦にて爆雷を受け損傷した。11月10日に戦艦ロドニーを狙い4発の魚雷を発射するが攻撃は失敗に終わった。1942年11月14日に小船に損害を与え、期間後は1943年6月まで修理を行った。U-73 は1942年12月5日の空爆で損傷し、 港に戻ることを余儀なくされた。1943年1月1日に、5艘船団のアメリカ商船を沈めた。連合軍が、ハスキー作戦に備える中、U-73 は1943年6月21日に、オラン沖で1600トンのイギリスの貨物船を沈め、1943年6月28日に8300トンの、 イギリス海軍の給油艦に損害を与えた。13回目の紹介は、シチリア島で行われた。U-73 は1943年8月19日に、メッシーナ海峡に到着した。U-73 は1943年10月30日に、トゥーロンの南東にて、イギリスの潜水艦に攻撃されるが、魚雷は命中しなかった。 U-73 は1943年12月16日にオラン沖で護送船団を発見し、アメリカの民間船を攻撃した。損傷した船が港に戻る際、アメリカ駆逐艦、ウール税、トリップ、エディソンがメルス、エルケビール沖でソナーによって U ボートを発見した。乱流により U-73 のソナーは効力を失っており、 18時39分にウール勢の爆雷が潜水艦の下で爆発するまで U-73 は駆逐艦に気づいていなかった。爆雷により選手魚雷発射艦の間及びディーゼルエンジン、冷却装置の海水取り入れ弁から浸水した。浸水が排水ポンプの能力を超えたためすべてのバラストタンクを開放し U-73 は海面に浮上した。 U-73 は海上での銃撃戦の後に戦備から沈没し34人の乗組員が22時10分までに救助された。ウール勢の乗組員のうち3人が機関銃の射撃で負傷し U ボートの乗組員のうち16人が死亡した。U-73 は5つのウルフバックに参加した。ありがとうございます。